続きをやっていきましょう。なんてことは一刻も早く同人組に行かなくてはというところで、前回ユミが堂島組の組長さんにさらわれたというので、錦山、幼なじみの錦山が先に行ってて、それ錦山何するか分かんないから桐生さんが行って、とりあえず行く、でどんな状況か分かんないから行って助けるのか助けれるかどうか分かんないけど、とりあえず行ってみるっていうところからのスタートですね。もうあなた風間のおやつさんがさ話してくれたらいいのに。誰、あー2億の人、2億の人奪った金返してもらおうか。いやいやいや、ないからもう。悪いな、うん、今急いでるんだ。急いでる。このままじゃ引き下がれないんでね、腕っぷしのいいやつを雇ったよ。雇う金あったのかよ。生きて帰れると思うな、覚悟しやがれ。いきなり戦闘か、マジか。何ボタンで戦うんだったか久しぶりすぎて覚えてないぞ。またお前ゴルフクラブ持ってんじゃねえかよ。どうやってんだ、あれ、こう、こう、あれ、こうやな。はっ、あ、痛い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 、あいしょ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 、うりゃうりゃで、掴んで、パンチ、三角三角、コーンを持ってこのゴルフクラブ男倒す倒す。あ、壊れた。なんか持つもんないか、誰か、観客めっちゃおる。あ、チャリ持てる、よっしゃー、強い、チャリ強い、あいだーい。やばい、ガードとあれをちゃんとしてかんとやばいぞ、これやられるぞ下手したら。うっ、あ、よいしょー、ちょっとパターン変えてみようかな。ラッシュ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 、当たってないぞラッシュが。おりゃー、あいだ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 、チンピラで行こう、チンピラで。おりゃー、強いな。おりゃー、あ、なんか落ちてる。あー、チャリのタイヤ、チャリのタイヤです。はいはい、あー、壊れた壊れた、早い。え、なに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 、あれ、俺なんかボタン押した、なんか押したみたい、やったお前はこうだこうだこうだ。すごいな、ゴルフクラブわざわざ持ってもっといいやつ持ってこいね、どうせだったら。なんでわざわざあのいろいろある武器の中からゴルフクラブを選択するんだろうね。よし、うわ、今のででも体力減っちゃったんじゃない、大丈夫。あ、大丈夫だね、行こう。ここかな、違うわ、ここコーヒーだった、ここか。ラーメン極太郎って書いてある上に。ユミ、ユミ、錦、錦、これ最初のシーンだよね確か。うわー、お前堂島組の組長やぞ。なんでメガネ割れたんだから、一回殴ってる、絶対打つ前殴ってるよな、あれ顔。組長が趣味を無理やり、だから打っちまったんだ、カットなっちまって、何発も何発も。ユミ、ユミ、おい、しっかりしろ。やっちまった、東商会の大幹部を。うわー、錦、弓を連れて逃げろ。よう、ここの建物内にいなかったね、他の人は。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術か。ああ、そっか、妹もいるもんね。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は警察来てるよ。行け、錦、弓を頼む。桐生は行け。
わあ怖い。キリュウさん怒らないで。最初のシーンだ。キリュウ悪くないのに。ああ指落ちてる。ユミ何やってんだあいつ。これちょっとショックじゃない、リアルに。動くな。ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。わあ眩しいよ、当てるなよ。伊達君もういい。よかないですよ。トゥントゥン、警視庁刑事部捜査一課刑事伊達誠かな。やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの構想だ。誰がやったかは問題じゃない。伊達っていうやつも迅速な事件の解決、正義じゃないけど、なんだろうな、まあ警察の中だったらちゃんとしてるっていうのかな、わかんないけど、なんか客観的に見れてる人というか。俺の持ち物の中に指輪があります。一概に桐生の仲間ってわけじゃないけど、若頭の風間に渡してくれませんか。まあおかしいことはおかしいっていうような。申し訳ありませんでしたって。タイプの人かな。伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃわかってます。約束はしねえぞ。はい。もう知り合いなんかな、伊達さんとか言ってたってことは。捕まってるじゃん。囚人番号1240。あれ髪切られてる。室伏みたいになってた。波紋状。俺は破門でいいのか、シンジ。シンジ、また同じ服じゃん、はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会士三代目セラ会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にもわかりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。道島組はどうなるんだ。ちょっと風間の親さんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から。は？由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。錦山何してんのよ。だって急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。シンジ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。いやこれ気になること言うね、シンジも。喉通ってないじゃん、食事が。あーびっくりした。そこ、何やってた。あー痛いよ今のは。びっくりした。うるさい、来い。あれなんだ。たく物騒でいけねえな。おっとこちらさんも物騒な面してる。フォーク持ちながら喋んないな、怖いから。あんただろ、自分の親分殺したってヤクザ。あ伝わってんだ、有名だね。さすが貫禄だね。堂島の竜、堂島組射程頭補佐桐生一馬。うわあ危ねえ。何ステージ準備始めてんの。これ何人が敵なの。おいめっちゃ敵いるじゃん。え一人じゃないんだ。東京都の幹部やったんだ。フォーク出さん。くらい想像してたろ。
後ろもフォーク持ってるよ。みんなフォーク持ちじゃん。あの世で寂しいとさ。何のポーズやねんそれ。いやーこれきつくなってきたぞ。俺今何モードだっけ。チンピラかな。どうですか、まずこっちから。あじゃあチンピラだね。あーやばい。おいしょおいしょおいしょ。やばいやばい。なんだこれ、ラッシュは弱そう。壊し屋よりも堂島の竜です。はい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 、強。あれフォークは、あ持ってるね。フォークフォーク持ってるからお仕置き。あれお仕置きお仕置き。あーキンキ打てるわ。おお何今の技。俺もフォーク持てない。俺もフォークちょうだい。誰かフォーク。あーここないわ。おりゃやばいやばい。フォークでフォーク攻撃が入る。よっしゃー。うぅ何やってんの。攻撃してこいよこの野郎この野郎。ガード。うわーお前すごいな。クナイみたいに使ってくるな。フォークを。おりゃー。どうやねんどうやねん。囚人番号1356。どうやねん。あー痛い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 。おりゃおりゃ。こっちはそんなパターンがないねん攻撃の。この野郎。あ超スタイルの極みを炸裂させろ。強敵は一定のダメージを受けるとぐったりし体力を回復しようとします。この時に気流がヒート状態であれば超スタイルの極みを繰り出せますか。三角。うわー強っ。一瞬で体力溶けたよ。誰の命令だ。セラ会長だ。登場会の三代目だよ。なんだと。ああ、保存します。保存します。優しいね。セーブを挟んでくるとこ忘れないね。長くない？もういいよ。セーブしなくていいって。早く。何が堂島の竜だ。キリュウ逮捕直後だって。絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。顔。あのキリュウのおじきが親殺しをするなんて何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、うん、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんと言っても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば錦山。錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが奴がどうかしたか。いやせめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるだから現行犯だっつってんだろうが。ボケ。あいつだよ犯人は。クソの役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。はあ、ひでえ。聞いてるのもひでえ。歯きれい。ホワイトニングしてる。そんな、はい、嘘でしょ。ユミの件か。嘘って言ってよ。ユミか、それともキリュウか。だって錦山くん言ったじゃない。どっち。大丈夫、俺がユミを助けに行くから、うん、心配するなって。ちょっとキリュウかと思って期待したじゃん。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。ねえ
錦山くん助けてあげられなかったの？助けたよ。何もできなかったの？どういう意味だ？え？俺が役立たずだって言いたいのか？いや、そんなつ…お前までそんなこと言うのか！怖い。錦怖い。錦怖いけど、あの女もひどいな。助けに行けるわけないじゃんね。でも行っても組長だぞ、相手は。いやー、この龍が如く極みはその1であんまり詳しくできなかった錦山のストーリーをなんかなんだろう、ちょっと詳しく紹介というかしてるらしいですね。本当ワンやったときは錦のストーリーなんてほぼなくて、裏のストーリーね、もう桐生一馬目線でほぼ進められてる感じだったんだけど、今みたいなのはなかったですね。多分あったらごめん。囚人番号1240。手紙だ。もう身についてんじゃん、1240が。この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。10年待ってる人間がいるってことか。10年間、そっか、服役してたんだ。おお、風間のやつさん、今ので一瞬10年経ったんだ。早いね。風間のおやさん、足悪かったっけ？おお、すげえ光景が、すげえ。ダンダンってなるかな、ダンダンって。誰？なった、島野組組長か、登場会の。お偉いさんの集まりだね、これは。登場会ので、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。世良会長か。いや、なんかやっぱ雰囲気出てるね。偉い人はやっぱりそれなりに。おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。あ、これ錦山だ、錦山。そう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 、だいぶ顔変わったね、10年で。桐生さん全然変わってなかったのに。直系組長の皆さんがいるこの場で3代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった偉くなったね。100億、100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を初耳です。やかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？思った思った、あんな会長さんにこんな口の利き方して大丈夫なんだね。登場会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい、
待てや。いやこれでもあれだね、この登場会の中でも3代目派と多分3代目のことあんまよく思ってない派がいるんだよね。なんかでも風間さんと錦山バチバチ来てんな。確か前ワンやった時に錦山がね悪い変貌を解けてた気がするんだよ。この桐生さんが捕まってる間にちょっと錦山が変わってしまって、登場会はなんか嫌なやつだった気がするな。お前を迎えに行くこともでき、錦山のこと、由美のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。壁高いな。伝えなければならないこともスターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。変わってないなこの街は。ようやく出所ですと。いや親殺しからの10年、長いね。やっと自由になれた。情報通の田村はまだ待ちにいるのだろうか。やつなら何か知ってるに違いない。ああいたねそんなやつ。ちょっと探してみるかと。情報屋を探せ。まあなんかこの目の前になんか知り合いじゃないこれ多分。違うか、なんかこんな顔しなかったっけ。まあとりあえずこの辺りにしとこうかな今回は。うん、まあ次回またこの続きをやっていきますと。お疲れ様です。